パンジャーブ FC、救命ミネルバ・パンジャーブ FC は、インドのパンジャーブ州モーハーディを本拠地とするプロのサッカークラブ。全インドサッカー連盟からライセンスを受け、トップリーグであるアイリーグの一員としてリーグ戦に参加している。ミネルバ・パンジャーブ FC として、サッカークラブが結成された2013年以降、アイリーグのタイトルを1回、パンジャーブ州。 スーパーフットボールリーグのタイトルを2回取り、アイリーグ2部の準優勝も経験した。ミネルバ・パンジャーブ FC は、2017-18シーズンにアイリーグの優勝を果たした。ミネルバ・パンジャーブ FC から解消した、現在のパンジャーブ FC は、ミネルバ・パンジャーブ FC の創設者で、経営責任者であるランジット・バジャジと、モー・ハーリーを拠点とする。 ラウンドグラススポーツのパートナーシップによって生まれた。パンジャーブ FC はホームゲームをルディアーナーのグルナーナクスタジアムで開催している。2019年10月30日、クラブはパンジャーブフットボールクラブへの解消を発表し、2019-20シーズンをパンジャーブ FC として迎えることとなった。このチームは2005年にサッカーとクリケットのクラブである ミネルバーアカデミーとして発足した。このチームは全国レベルのリーグであるアイリーグ2部にリーグ発足当初から参加し、トーナメント戦では準優勝を果たした。決勝では前身のナショナルフットボールリーグ以来通算5回アイリーグで優勝しているデンポ SC に敗れた。2部で印象的な活躍を見せたこのチームはアイリーグに昇格した。 最初のシーズンとなった2016から17シーズンには下から2番目の順位だった。2016年のデュランドカップにも参加した。結果はグループステージ敗退に終わり、準決勝へ進めなかった。翌年の2017から18シーズン、誰もが驚いたことに彼らはリーグ初優勝を果たした。 北インドのチームとしては1996から1997シーズンにナショナルフットボールリーグの初代チャンピオンとなった JCTFC 以来久々の優勝であった。このタイトル獲得によってチームは初めてアジアレベルの試合に出場できることになった。チームは AFC カップ2019のグループステージにインディアンスーパーリーグのチェンナイン FC と共に 参加し、また、AFC チャンピオンズリーグ2019の予選2回戦にも参加した。しかし、AFC チャンピオンズリーグ2019の予選2回戦では、イランのサイパー FC に敗れ、その先へ進むことはできなかった。一方、AFC カップでは、5戦連続引き分けの後、アバハニリミテッドダッカに敗れた。ミネルバは、2018年のスーパーカップにも参加したが、 ジャムシェードプル FC に対して PK 戦4から5で敗れた。2018から19シーズンのアイリーグでは20戦のうち4勝を挙げリーグ9位となった。シーズン終盤の2019年2月19日にシュリーナガルでの開催が予定されていたレアルカシミール FC とのアウェイゲームの際ミネルバ・パンジャーブ FC はブルワマ襲撃事件後外国人選手たちが それぞれの出身国の大使館から移動自粛を求められたことを理由にチーム全体がシュリーナガルへの移動を拒んだためこの試合は放棄試合とされレアルカシミール FC に勝ち点3が与えられた2019年のスーパーカップではトーナメント予選の出場チームに認定されたがインドのサッカーの将来におけるアイリーグ所属チームの位置づけが不確実なものと なっていることへの抗議の一環として、試合を放棄した。このため、チームは2019年のデュランドカップにも招かれなかったが、これはパンジャブ FC にとっては、失望を呼ぶものであった。2019年10月30日、ラウンドグラススポーツとのパートナーシップ協定が結ばれた後、クラブのパンジャーブフットボールクラブへの解消と、各年代ごとのチームもトップチームも、 同様に解消されることが発表された。チームの試合は、ハリアーナーシューパンチクラノタウデビナルスタジアムで行われるが、このスタジアムの収容人員は1万2000人である。このスタジアムは、アジアサッカー連盟のスタジアム規則に基づいて、AFC の試合を開催する基準を満たすことができない。このため、クラブは、アジアレベルの試合を開催するために、他の場所に、 本拠地を移さなければならない。AFC カップ2019のグループステージでは、ホームゲームのうち2試合をグワーハーティーのインディラガンディー、陸上競技場で1試合をブバネイシュワルのカリンガスタジアムで戦った。ありがとうございます。